ね、国のためにさ、労力をあれして頑張った時代だったのよ。結局、学校の勉強よりも国の守るね、ために労力を国に捧げて時代だったんだ。戦時中は過ごすのみで、一日一日が身を守ることでいっぱいだった。身を守ってね、国のために頑張ってきたっていう時代だったのよね。それでまた結局物の物資もなかったし、何にもなかった時代だったから、とにかく食料なり何々もとっても辛いっていうか、もう我慢する時代だったのね。ないからね、うちは戦災で泣くし、結局もう親と無理、田舎にあれしてもできないね、農家とやったり、そしてまた自分で身につける美容師になって、そしてそれなりに自立することを自分で、それを身にあれしたわけ、感じたっていうか、それを自分に自立するね、仕事を頑張ってきたわけだから、それなりにもう世の中のあれをもう必死に働くだけ、働くことがもう自分の唯一のこれが仕事、人生だと、やがてはきっと春が来る、やがては国にね、国もね、穏やかっていうか、国も安泰な世の中に、安心した世の中になるように、自分はそれを身に思って、人生を送ってきて、現在そうにやってね。だからとってもそういう時代を振り返って考えると、本当に楽しかったっていうのは、もうみんなと協力してね、助け合って、そしてそういう友情とかさ、そういう世の中であったことが本当に良かった、良かったっていう感じ。友情とね、もうみんなの友情だけじゃなく、世界の隣のみんな、このなんていうんだろう、友情だけじゃなく、その情けね、情けと友情なしなもんだけどさ、そういうあれがもうとってもお互いに助かってきたことがで嬉しかったってこと、助け合いの気持ちができたのが嬉しかったって、今と全然違うんだ、そういうのがもうとっても嬉しい世の中だったって。今現在さ、もうあんまり生活のあれがもう本当にありあふれて、もうありあふれてる方に何でもあれ不足なしに、不足なしって言ったらどう言ったらいいかな、そうに暮らせることはありがたいけど、それを我慢するってことも大切なことだと感じるわけね、自分でね。余るもう満たされた時代の間で、そしてそれをまあ、間でも満たされた間でも我慢できるっていう、我慢っていうか、もうすることが大切だ、することも大切だと、そういう思いが強いって。結局はね、結局はあれじゃない、現在の時代でいても、もうみんな協力と助けるっていうか、何だかの表愛というの、愛情を持って暮らせることが大切だってこと、向こうに理解しているあれの世の中だからね。だからもう常にもう守りの気持ちも大切で、守る気持ちも大切だじゃないかなって、しみじみ感じることも言ってさ。
ね、確かにあれ大事だけど、身を守ることも大切だっていうこと。もう毎日一日一日が、もう本当にししとそういうことが身に感じるっていうことさ。